奈良竹次昭和37年12月21日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大将、男爵。農民、奈良彦一郎の次男として、下津国土が愚痴並間村に生まれる。進む文学者、陸軍有飛学校を経て、明治22年7月、陸軍主管学校を卒業、砲兵将尉任官、このエア法兵連隊付けとなる。 明治26年11月、陸軍方向学校高等科を優等で卒業。日清戦争では、臨時徒歩法兵、第二大隊副官として出生した。要塞法兵官副官を経て、明治32年12月、陸軍大学校を卒業した。参謀本部出資、陸軍省軍務局会員、揺ら要塞法兵連隊大隊長、ドイツ駐在などを歴任。日露戦争では、 第三軍工場砲兵司令部員として出生し、独立重砲兵両団司令部員となった。日露戦後は、軍務局下院、ドイツ駐在、軍務局砲兵課長、陸軍省副官などを経て、大正3年8月、陸軍少将,将に進級。奈良は班長終末であり、宇都宮太郎の同志であった。品中東軍司令官、沈下尾守備軍参謀長、軍務局長を歴任。 大正7年7月、陸軍中将となり、第一次世界大戦講和会議に、陸軍委員として派遣された。さらに、東宮部官、自重部官、東宮部官長、自重部官長を歴任。大正13年8月、陸軍大将となり、昭和8年4月、男爵の位を助爵し家族となり、交尾役に編入。1939年4月1日に退役した。 満州事変後、国連の中で未だ満州に関する勝利で、話し合いが続けられている最中にもかかわらず、関東軍が中国と旧満州の境に兵を進めること熱化作戦について国際連盟の反応を懸念して、これを中止したいと考える昭和天皇が、統水権最高命令によって、作戦発動を中止せしめざるやと作戦の中止を、奈良に打診した際、奈良は、 それは官員のみや、陸軍参謀総長がいらしてからにとこれを受け流した。しかし、昭和天皇はなお、諦めず、さっき聞いたことについてはどうだと側近に書かせた手紙を、奈良に送ったが、奈良は賛内せず、天皇のご命令をもって、作戦を中止しようとすれば、紛上を弱気し政変の原因になるかもしれずと、手紙で返答している。 熱火作戦を天皇が強権を持って止めれば、陸軍によって首相が殺され5.15事件と同じような事態が起こる可能性を示して昭和天皇を脅迫し、統水最高命令による作戦中止命令の発動を阻止することに成功した。奈良は、その以前からも関東軍の独断先行を懸念、これを制限したいという昭和天皇の意向を拒絶したり、 上海からの陸軍撤退の加紋を受け流すと、世論の陸軍支持の流れを重視し、天皇の国際協調、恩恵路線を否定、非難する立場から、たびたび天皇の打診を拒否して陸軍及び、陸軍参謀本部の判断と行動に関する昭和天皇の干渉を遮った。自重部官庁優待の際には公認に、満州事変勃発時の関東軍最高司令官であった。 本城茂を推薦している。昭和天皇は本城がかつて、満州事変は、関東軍による暴略と聞くがどうか、との自分の質問に対して、断じて、軍の暴略ではありませんと答えたことに根ざした、不信感から、本城の自重部官庁就任を何度も拒否したが、奈良は、天皇の意向を無視して、本城を着任させている。退役後は第二本部特会会長。 数密顧問官軍人援護会会長を歴任し、昭和21年8月、公職追放となった。昭和27年、追放解除。昭和37年、94歳で死去。極東国際軍事裁判では特に起訴されていない。ありがとうございます。